佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。今回も佐藤美久の女優道をお聞きいただきましてありがとうございます。さて、私佐藤美久は、普段女優タレントとして活動させていただいております。トピックスとして現在予告編が公開中の私の主演映画22世紀寓話が今年9月にブルガリアの首都ソフィアで開催される東ヨーロッパ最大のサブカルイベントアニベンチャー2019にて世界初上映が決定いたしました。そして毎月今お聞きの佐藤美久の女優道と同じく市川うらら FM 毎月第2第4日曜日お昼12時から放送中の北野しおりのリアルドライにメインパーソナリティとして出演させていただいておりますとともに、毎月第1第3金曜日夜23時からはゲーム配信番組 MeToo ショーではカタカナ佐藤ミトというネットアイドルという設定で出演させていただいております。まだまだ勉強中の若手女優ですが、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の最初のコーナーはミクの独り言。さて、このコーナーは気になるニュースやテーマを決めて自由に思ったことを話しさせていただくコーナーです。ただしあくまでも私の独り言ですので、あまり気になさらない範囲でリスナーの皆様に共感いただければ嬉しいです。今回は日本の夏の風物詩、花火についてお話しさせていただこうと思います。そのルーツは古く紀元前3世紀の古代中国、火薬の基本となる書籍が発見されてからと言われて、小石が発見されてからと言われていますが、日本での歴史上の記録に残る花火の第1号はそれから約2000年後の、天正17年1589年、7月伊達政宗が鑑賞したのが最初であると言われています。その後日本でのおもちゃ花火は満治2年1659年、大和の国、今の奈良県から江戸へ出てきた弥平、初代鍵屋が、吉野管の中に火薬を入れた初歩的な、おもちゃ花火を考案し売り出し、江戸庶民に爆発的な人気を得たと言われています。当時花火が相当盛んであったのは江戸のほか三河、近畿、信州、越後、九州であったと言われています。明治の初め頃、西洋から輸入により、彩色鋼材、彩色鋼材はですね、色彩の、彩に、カラー色の、色に、光るに、洗剤の材で、彩色鋼材の影響も受け、日本花火の歴史上最大の躍進の時期を迎え、今日の世界史と言われる日本花火の基礎が作られました。こちらは公益社団法人日本煙火、煙火というのは、煙に火、協会さんのサイトを参考にご紹介させていただきました。私もですね、花火好きでして、よく小さい頃なんかも家の前で花火とかもしてまして、大きい花火大会ですと千葉県ですと木更津の、ね、花火大会とかもね、行かせていただいてることあるんですけれども、やはり花火ってすごいやっぱ綺麗で、わーすごい玉やーとこう言いながらね、見てこうね、気持ちよく帰りたいと思うんです。で、皆さんぜひね、ゴミをぜひ捨てて、ちゃんと捨てていただけたらなというふうに思います。私も花火大会、こう大きなね花火大会見て終わった後、こう道を歩いてると、どうしてもやはりちらほらとゴミがね、その場に置いてあったり、ゴミ箱があるにもかかわらずその場で置いていってしまう。本当にぜひちゃんとゴミ箱へ捨てていただきたいと思います。皆さん大変だと思うんですけれども、本当にこう混雑してる中大変だと思うんですけれども、ぜひちゃんとゴミ箱へ捨てていただければなと思います。そして手持ちのね花火とか、こう家の前でする場合はですね、もう常識の範囲で、多分公園とかできない公園もあったりしますので、よくね調べてから、ぜひ皆さん楽しんで、花火とかね楽しんで、この夏楽しんでいただけたらなというふうに思っております。以上、ミクの独り言のコーナーでした。今月の推しメン、
このコーナーは毎月私佐藤ミクがいろんなメディアでフィーチャーされたり注目されている方々メンバーについてミク的に推していくというかご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン。今回推しメンは先月私の所属しているプラスボックスに入ってきた新人3人娘の一人有本ひとみがスタジオに来てくれました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それではまず有本ひとみについてこの番組お聞きの皆様にご紹介させていただきます。有本ひとみさんは、ここだけさん付けね、はい、ね、大阪市の出身で関西の某有名難関女子大学を卒業後芸能活動を始めるべく単身上京し養成所に入所。特技は11年続けてきたピアノと7年続けているオーボエ。趣味は映画鑑賞とカラオケ。好きな女優さんは長澤まさみさん。普通免許と大学時代に勉強していた管理栄養士の資格を持っています。こんなうちの新人女優有本ひとみにぜひお仕事のご依頼ございましたら弊社までご連絡ください。で、うちの、あの社長がぜひ付け加えてくれとのことでした。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではよろしく。大丈夫、緊張してます。結構緊張してます。はい、まずね、じゃあそもそもじゃああの女優さんになろうって思ったこうきっかけとかありますか？そうですね、きっかけは20歳の時に振り袖の撮影をしていただいたんですけれども、うんうん、その時のあの着物やドレスを見せていただいたり、メイクやヘアメイクをしていただいて、こう尽くされることってこんなに気持ちいいんだっていうのを思ったのが一つと、あとはカメラの前での撮影がすごく楽しくって、はい、それがきっかけで目指そうと思いました。わかるそれ。私も二十歳の、はい、あの前撮りっていうのかな、ね、そうですね、はい、の時に私もそのまあヘアメイクとかそのなんかポーズとかいろいろ私もやって、うんはい、あの褒められたのよカメラマンさんに、ね、そうなんですね。そんななかなかいないよできる顔とか言われて、それ私もめちゃくちゃ嬉しかったからわかる、そのなんか尽くされてる感じ。そうですよね、わかります、はい、気持ち。ではあのここ聞こうと思ったけど、はい、なんでその東京の養成所に入所しようって思ったの？入所するきっかけになったのは、うんうん、実は私の母も芸能界に昔憧れていて、でそういうのこともあって私がこう女優を目指すっていうのを知った時に、うん、こうその養成所のオーディションあるよっていうのを教えていただいくれて、でちょっと一押ししていただいたので、それでじゃあ一回挑戦してみようと思ったのがきっかけですね。そうなんだ、はい、お母さん後押しがあったってこと、ね、そうですね、そうなんだね。でこう東京に出るっていう時に、はい、その4年生のねこう某有名大学を卒業してから上京する、東京に上京するっていうのはこう迷いっていうのはなかったの？そうですね、やっぱ大学を卒業したら一般の企業とかに就職される方って多いと思うんですけど、はいはいはい、そういうんだったら関西の方でも就職は可能だったと思うんですけども、うんうんうん、やはり芸能をやりたいっていう気持ちが強かったのと、うん、あとは芸能って言ったらやっぱり東京でそうっていう思いがあったので、もうその上京するってことに関しては全然迷いはなかったです。何もなかった、はい、不安は少しありますね。やっぱり一人暮らしとかになっちゃってしまうので、そうか、そうなのね。なんか聞くところによると、はい、なんか養成所の卒業オーディションで20社、はい、ほどの声がかかったのに、なぜうちの事務所を選んだの？そうですね、上京してきてからはやっぱり周りの方々が標準語とかって、うん、私も標準語で喋ることが多かったんですけども、はいはいはい、事務所の社長さんが関西の方で、うん、そうだね、私も関西出身なので、はい、そこでこう関西弁でお話ができたことにすごく親しみがあるというか、ちょっと地元帰ってきたなみたいな、そうってくる感じが強かったですね。なるほどね、はい、確か、あ、そうなんだ。やっぱちょっと落ち着きますね。安心感があるというか、はい、私も全然千葉県民なので、はい、全然バリバリ標準語なんだけど、こう社長とねお話ししてる時、はい、どうしてもねこうなんだろう、入ってきちゃう。関西人なんかエセ関西人みたいな、なんか
ね、なんか絶対間違えてるんだけどなんか変にね、あの映ってしまう時があって、あ、そうなんですね、たまに出ちゃう感じですか、ちょっとなんか、うん、あの友達と喋っててもなんか、かん、え、どうしたのみたいな感じ、みたいなそうか、はい、ちょっと安心感があって、ありました、なるほど、はい、そうなのね。じゃあ、あの、まあ、このコーナー、はい、あの最初にねお話ししたんですけれども、まあ、実は3人のね女性が一気に入ってまいりまして、はい、他の2人についてどう思ってます？そうですね、もう3人とも、年齢だったりキャラクターだったり、うん、あとは目指してるところが全然違うよ ね、 そうですね、違うので、これまた面白くてですね、3人全然違うんですよ、はい、性格というか、うん、まあ、なんていうか、その第一印象、私のね、はい、第一印象とかもうなんか全然違うな、みんな。本当ですか？なんか比較的ひとみちゃんはすごいしっかりしてる、うん、長女タイプかなと思ったけど、でも長女じゃないんだよ。そうなんです、私スイッコなんだよね、はい、それがまたびっくりなんだけども結構なんかスイッコって甘え上手っていうイメージがあるんだけど、すごいなんかこうしっかりしてるイメージがあります。私も一個下なんですけども、なんかしっかりしてるなと思いますそして、あと青のゆうきちゃんか、はい、うわ、なんだろうな、なんていうかちょっと私と同じ匂いするなって。そうなんですか？同じ B 型っていうのもあるかもしれない。あ、そうなんですね。そうだから、なんかなんだろう、ちょっと似てる、うん、似てるっていうか、なんかちょっと通じ合えるものあるかななんて思っちゃったりとかしてます、はい、そして、金井あさきさん、あさきちゃん、はい、ね、あのすごいあのふわふわしてる女の子で、うん、21歳なんですけれども、本当になんか若いな可愛らしい、うん、なんかね、ちょっと不思議な感じのね女の子でね、はい、本当みんなそれぞれ違って、うん、あの見てて面白いですあの例えばこうなんだろう、リアクションとか、はい、みんな違うから、それぞれで、そう、違う、面白いなって思いますなんかあの初めて会った時はどうでした、はい、他2人と。そうですね、なんかなんだろうな、やっぱ自分とはやっぱり、うん、あの全然違うキャラクターだなっていうのはすごく感じましたし、こういいお互いに、うん、いい同期としてお互いにいい刺激を与えられたらいいなっていうのは思いましたね。そうだよね、はい、一気にね、うん、女の子3人だからね、私一人だったからさ。そうなんですね、あのスカウトしていただいてね、ありがとうございます何年越しありがとうございますそうだから本当にたくさんこうね、あの、うん、覚えることたくさんあると思うけど、はい、頑張ってね。頑張ります、ありがとうございますではでは、じゃ あの事務所に入る前と、はい、今ね、はい、実際入ってみて、はい、こうなんか違いとかどうですか？そうですね、こう事務所に入ってまだ間もないですし、うん、全然わからないんですけれども、うんうんうん、やっぱりプロは厳しいなっていうのを結構感じていて、例えば、うんうんうん、時間だったりとか、衣装だったり、うんうん、スケジュールだったりとか、うんうん、そうだね、養成所にいた頃よりもうさらによりシビアなところが、緻密にね、緻密なところがあるので、もうそれを実感して、あ、なんか自分もこの今プロの世界に一歩ちょっと足を踏み入れたんだなっていうのはすごく実感できたので、よかったですなかなかまだまだですけれども、うん、そうだから私今ね、あの事務所プラスボックスっていうのは、はい、映像制作会社だから、うん、こう制作っていうスタッフさん側からも、そうですよね、勉強できるから、うん、そうなんですよ、あの本当にね、現場に行くとすごくあのなんていうか、こう見る目線が違ってくる、うん、他の子よりね、はい、違ってくるんじゃないかなって、うん、私はあの思った、はい、大変だったけれども、はい、でも本当にいろんなことを吸収できたかなっていうふうに思うから、うん、頑張って、頑張ります、そこでも吸収して、はいじゃあ、じゃあね、まあ、私も含めて、事務所のこういろんな活動について、はい、うん、こうウェブとかって見ました？あ、拝見いたしました。あ、本当？はい、何見た？この
あのラジオ番組の、あ、そうだ、ミグナ柔道、はい、うん、配信もあの YouTube の方で配信されてると思うんですけども、うんうん、そちらも拝見しましたし、うん、すごい全然違うでしょ髪型あれあれって思いました。実際お会いした時にめちゃくちゃ短かったから ね、 ぜひ皆さんこの佐藤ミグナ柔道で検索してみてください。全然違うからね。そうですよね、びっくりするぐらいショートカットだからね。ねえ、ね、多分人生で本当に初めて、あんだけ切ったのは絶対初めてだな。思い切って切ったの、あの、ね、ちょうどね胸のよりちょい上ぐらいまであったの髪の毛。そうなんですね。そう、ちょっと長めだったの、はい、でちょっとなんかちょっとウェーブかけちゃったりみたいなあのしてたんだけれども、バッサリ、もうどうしたのっていうぐらいね、バッサリでしたね、切りました、快感でした。そうか、じゃあ、あの、なんだろう、映像配信版とか、あとは、あとは映画も、たくさん、はい、あの、うんうん、撮影されてるのを見て予告編も見ましたし、うん、今度あの映画祭の方に行かれる、ね、の方も拝見いたしまして、いや、なんかそこに出ていらっしゃる、うん、こう事務所の方々にお会いしてなんか、あ、私もこの事務所に所属したんだっていうのをすごくこう物語して実感しました。ありがとうございます。本当にあのちょっと聞きたいんだけど、はい、私の第一印象どうでした？いや、もう本当に、うん、まず第一印象、うんうん、色白いと思いました。そうか、もうめちゃくちゃ白いと思いましたし。そっかそっか、やっぱあの配信を見させていただいて、やっぱりその映像とやっぱ実際にお会いしてと、うんうんうん、結構印象が違う感じが私の中ではありましたね。はい、いや、それいい、あ、いい印象でした。それはそれはもちろんです。よかったでございます。あ、で、あの、このラジオね、お聞きの皆さんは、まあ、まだお分かりではないかと思うんですけれども、はい、あの、実は有本ひとみ、私佐藤ミクと同じく芸名がね、あの、全部ひらがななんですが、はい、なんでひらがなにしたの？そうですね、私有本ひとみっていうのを漢字で書くと、うん、結構あの見た目画数が多くて硬、うんうん、いイメージになってしまうなって思ったのと、はい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 、あとひらがなだと、うん、絶対に間違われないじゃないですか、読み方、うんうんうん、そこがいいなと思ったので、もう全部ひらがなにしてしまおうっていう形にしました。あのね、本当私もね、ひらがなにして本当良かったなと思ってて。あ、本当ですか？あのね、まずね、多分スタッフさんがこう名前を呼びやすい、まずパッてこう全部ひらがなって結構なかなかないから、はい、目に入りやすいから、うん、こうなんだろう、こう覚えてくださる助監督さんも本当にたくさんいらっしゃるから。あ、そうなんですね。やっぱそれはやっぱひらがなにしてよかったなって思うから、うんうん、だからね、私も、うん、ありがとうございますありがとうございます、ね、ぜひ有本ひとみでございますので、はい、皆様よろしくお願いします。で、あの、実はなんかあの初のメディア出演が、あの、はい、私がね、あの出演させていただいているウェブ番組 Me Too Show だったんですが、はい、どうでしたか？いや、もう本当に先日はお世話になりました。いやいやいや、とんでもないです。いや、もう初のメディア出演でしたし、うん、どうだった？緊張した？いや、緊張しました。あの、生配信だったのもあったので、うんうんうん、もう緊張もありましたけど、うん、いや、もう素晴らしいミクさんのトークバスと、あとは視聴者さんの、うん、コメントがすごい、もう神回って呼ばれてましたからすごく楽しく過ごさせていただきます、ね、もうあだ名までね、そうですね、もう本当にありがたいことって言ったらあれなんですけど、もうなんか、あの、画面から外してくれみたいな、私もすごいね、いや、あの、いじってくださるのめちゃくちゃ嬉しいんです私。ねひとみちゃんもね、たくさんコメントね、はい、いただけて、いや、私もびっくりしたし、ひとみちゃんも私もなんかびっくりだし、おーってなりました。いや、ね、結構もう1年以上あのね、あの「ミクシー」の番組させていただいてるけど、はい、いやー、あの、本当に神回だと思って。あ、本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。また、あの、ぜひ、あの、みんなね、あの、待ってますから、「ミートゥーショー」の番組をご覧いただいてるね、皆さん「ひとみん」って言ってツイッターで、あのね、私の佐藤ミトのツイッターでね、はい、ひとみちゃん出すと「ひとみん」って言って、あの、来ますから、コメントがなので、はい、ね、もしまた機会があればぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたしますので、はい、私のことを思っていただければ嬉しいかなと思います。そしてですね、なんと
その後、まあ、これも棒がついてしまうんですけれども、はい、まあ、有名アイドルさんの携帯アプリの CM のスタンドインを、うん、そうですね、勤めたと聞いたんですけれども、はい、これもまた緊張しましたか？緊張よりかは、うん、もうその現場を目の当たりにした時に、うん、あ、本当に自分今ここの現場にいるんだっていう客観的に自分を見ている自分がいましたね。そう、ね、初現場、そうですね、外部の現場初めてで、そうなんだ、すごい客観視してましたね、うん、結構、はい、でもやっぱスタンドインっていうのを、うんうん、まあ、大まかにはなんとなくっていう形では分かってきて、やっぱ具体的にどういうことをやるか分からなかったので、うんうんうん、実際にこうスタンドインを務めてみて、うん、あ、なんか今自分はすごく貴重な経験をさせていただいてるんだなっていうことを実感しました。そうか、はい、なんかこう本人の皆さんぐらい緊張する、やっぱり。いや、そんな時はもうすごいピッてなりましたね。背筋がね、あのピシッとなるよね。ピシッとしてる、さらにピシッとするみたいな感じになってしまいましたね。そうか、そうか、はい、そうね。でね、あのラジオは、はい、あのセカンドベースか、はい、ね、あの的場くんと安田くんと、はい、お世話になって、それも急遽だったんだよね。そうなんですよ。そう、もう本当数時間前って言ったらいいんですかね。口悪いですけど、言い方悪いですけど、騙されたみたいな、そ、ま、あのそういうこと聞きましたけれども、はい、いや、もう本当に見学だと思って行ったので、うん、え、みたいな、もう知らされた時はすごく、うん、でも今ねこうやって喋ってるけど本当にあの初めての感じがしないんですよ、はい、もうだって 2回目、そうですね、女優でも2回目だよね、はい、ラジオは、ラジオはそうだよね、うん、そうです、全然感じさせない。喋る喋る喋ることは好き、喋ること得意ではないんですけども、うん、でも喋るのは好きですよ。あ、結構ほんと、お母さんとかこんだけ喋れれば、いい、もうミクさん大丈夫大丈夫いや、私もね、はい、最初の頃はあの本当に右も左もわからない状態で、はい、あのデビュー当時からずっとこの佐藤美久の獣医の、ね、うん、番組ねさせていただいてるんだけれども、本当にあの何喋っていいか分かんないとか全然いっぱいあったけど、こんだけ今はね、 はい、ありがたいこと喋らせて、いや、もう素晴らしいです。いやもう本当、ひとみちゃんはねぜひ頑張っていただければと思います、はい、ありがとうございます。ではね、将来はどんな女優さんになっていきたいですか？ですね、こういろんな監督さんがいらっしゃると思うんですけれども、うんうんうん、その監督さんからのどんな要求にも対応できるような、うん、こう柔軟性を持った女優さんになりたいなって思います、うん、お、頑張って、うん、頑張って、はい、私も頑張んなきゃいけないんだけどね、うん、私も頑張ります。え、ちなみに、え、ちなみになんですけど、うん、あのミクさんはどういう女優さんになっていきたいですか？うん、そうだな、ね、はい、最初の頃は名前をね覚えてほしい、覚えていただきたいっていうのはあったけれども、うん、はい、今はやっぱりあの、まあ、自分の、まあ、武器と言っていいのかわからないけれども、この、まあ、目とか、はい、やっぱ生まれ持った、うん、ね、大きい目っていうのを、はい、こう活かせるように、あの身近からの強い女優さんになっていきたいなって。素晴らしい、多分初めて言ったかな。そうなんですね。はい、頑張ります私も。では、じゃあ最後ね、はい、ラジオをお聞きの皆様にぜひひとみちゃんからメッセージをお願いいたします。プラスボックス新人女優の有本ひとみです。今お隣に座っていらっしゃる佐藤美久さんと同じくひらがなで有本ひとみと書きますので、まずそこを覚えていただけたらと思います。そしてまたいつか、自分が出演する作品の紹介でまたゲストとして出演させていただけるよう頑張ってまいりますので、応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。頑張ってね。はい、ありがとうございます。以上、今月の紙面はうちの事務所に先月入ってきた新人の有本ひとみでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報などに関しまして、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッター、もしくは私佐藤美久のオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。